ゲルダ聞いてよ、地上の魚は魔界の魚より小さいけど、とっても脂が乗ってて美味しそうなんだ。あらあら、ご機嫌みたいね。当然じゃないか。だって俺が美味しいものをたらふく食べれば、俺の血も美味しくなって、ゲルダのご飯も美味しくなる。そう思わない？君は可愛いね。ゲルダ、俺は真面目に言って。邪魔してるぜ。お邪魔してます。うわ！